はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ハイカゲンデュエリスト代表リュウです。さあ本日なんですが、超絶ハイカゲンデッキをね、ご紹介していきたいと思います。暗黒界です。やっとね、新パックでこの暗黒界の竜神グラファーというモンスターが実装になりまして、まあ、このグラファーっていうモンスターなんですが、暗黒界、モンスターの中で、まあ、エースモンスターと言われておりましてですね、やっと実装になったんですが、まあ、こいつももちろん UR であると。で、暗黒界のスノーとか取引とかこの門とかって、なんとね、入手方法がですね全部違うんですね。めちゃくちゃいろんなパック の UR にばらけてまして、つまりですね、なんかその別々のメインボックスとかミニボックスとかの UR をなんかめちゃくちゃいっぱい積まなきゃいけないっていう、すげえハイ課金のデッキとなっているわけですよ。この暗黒界デッキっていうのが誰が組むねんみたいなね、デッキなんですけども、ほんと実況者しか組まんみたいなデッキなんですが、今回はねこのデッキを使ってやっていこうかなというふうに思っております。で、このグラファーの効果っていうのがどういう効果かっていうと、暗黒界の竜神グラファー以外の自分のフィールド上の暗黒界を手札に戻すと墓地から特殊召喚できるよということで、まあ、結構ね破壊耐性実質あるみたいな感じなんですよね。フィールドのモンスターを戻せば墓地からわらわら湧いてくるっていう。で、この下の方が強くて、手札からカードの効果によって捨てられると、相手のフィールドのカードを1枚選択して破壊できるよと。相手のカード効果によって捨てられたら、相手の手札をランダムに1枚確認して、モンスターだったら、自分のフィールド上に特殊召喚ができるよっていうおまけの効果もね持ってます。で、この1枚破壊するっていう効果がめっちゃ強くて、だから取引とか門とかこういうカードの効果で捨ててあげれば相手のカードを破壊できるっていう、まあ、アドバンテージをね稼げるという、まあ、そういうモンスターでございます。でですね、結局暗黒界の課題っていうのは何かっていうと、まず先行やることがないっていう問題ですね。このグラファーの効果が基本的には高校用の効果なので、先行やることない問題っていうのと、あと初動札が取引とか、まあ、トランスデーモンとかくらいしかないんですよ。なので今回は、スキル墓標からのリベンジャーっていう、このスキルを採用しまして、これ何かっていうと、墓地にインフェルニティリベンジャー、まあ、悪魔族の、ね、モンスターなんですけども、これが置かれた状態でデュエルを開始すると。で、ただしね、これスキルのね都合上ね、闇属性モンスター以外のモンスターが存在してはいけないっていう、まあ、そういう制約がかかるんで、光属性とかは入れられないんですよ。闇属性しか入れられないので、そこ注意なんですけども、これがあると何がいいかっていうと、取引ではなく門も初動になるんですね。門はこれ墓地に悪魔族がいないと発動できないんですけども、このスキルで悪魔から墓標からのリベンジャーっていう、まあ、スキルが発動していると、墓地に悪魔族がいるっていう状態でデュエルが開始できるんですよ。まあ、要は芽吹くみたいな、まあ、イメージですね。ああいう感じで、なのでこのカードを初動にしたいということで墓標からのリベンジャーにしました。で、暗黒界の門を発動していると、こいつの打点が3000になるんで、まあ、結構いろんなねモンスター打点抜けますし、まあ、効果で破壊もできますんで、まあ、かなり強いかなと。対象に取れない3000を超えているモンスターには非常に無力ということなんですが、それ以外であれば、かなり、動けるかなって言ったところですね。で、初動札がだから1、2、3、4、5、6で7、8、9あるんで、まあ、9枚くらいあれば、まあ、動けるかなっていう、まあ、そんな感じですね。早速スーパーハイ課金暗黒界デッキのね動き方見せていきましょう。デュエルスタンバイ。高校来た、よし高校来た、オッケー。お祈りコインは成功。お祈りコインは成功。俺にデュエルを捨てることはできなかった。ならばデュエルと共にくたばるしかないんだ。お前の持ち得る最高の戦術で挑んできな。デュエル手札から、うちでの小槌。なんだと、なんだこのデッキは。カードを伏せるぜ。モターンエンド。はあ、いいだろ。ドロー。行くぜ。暗黒界の取引はもちろん発動させてもらうか。暗黒界の取引を発動。手札から、魔法発動。あ、どうしよう。ちょっと待ってくださいね。これは暗黒界だと戻せないんで、これはね、一回ブラウでワンドローしないといけないのか。ブラウでワンドローしてる。ブラウでワンドローしてバック割りたいね。魔法カードを何らか引ければいいんじゃないですかね。はいはい。魔獣の怪獣。なるほど。はいはい。あ、勝ちましたかね。暗黒界の門を発動。セーフだから。フィールド魔法。暗黒界の門の効果発動。フィールド魔法。
発動。そして暗黒界の門の効果によって暗黒インフェルティリベンジャーをゲームが味わい、そしてグラファーを捨てて、破壊してでいいですね、グラファーでペッとして、そして、グラファーの効果発動。お前のセットカードを破壊させてもらう。さらにトランスデーモンを召喚。いいね、モンスター。そしてトランスデーモンの効果発動。暗黒界の先兵、違う、これスノーか、スノボ墓地のモンスター効果、モンスター効果発動。スノーの効果によって暗黒界の援軍を手札に加えていく。そして暗黒界の援軍の効果発動。暗黒界の援軍の効果によってレベル4の術師スノーを特殊召喚し、さらに効果によってカードを手札から墓地に送る。もちろん暗黒界の先兵ベージを手札から墓地に送る。そしてベージの効果発動。ベージの効果で特殊召喚される。そしてレベル4のモンスター2体でオーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚。こっちだな。2体のモンスターでオーバーレイ。ナンバーズ70デッドリーシン。そしてデッドリーシンのモンスター効果発動。エクシーズ性を1つ取り除き、相手のカードを1枚ゲームから除外させてもらう。そして墓地の暗黒界の竜神グラファーの効果発動。スノーを手札に戻しグラファーを特殊召喚。なんて強いんだバトルフェイス。ゴー。プレイヤーにダイレクトアタック。クリボール握ってないのか。遊戯王はドッジボールだって言ったろ。デッドリシンの効果発動ダイレクトアタック。このスローモーションの演出正直ちょっと鬱陶しいからマジで戻してほしいぜ元にな。負けたが俺はこれがやりたいから暗黒界使ってるまである。大きな問題が発生するか。石津デュエルが俺を放つ。石津俺にデュエルを。石津ってなんだ。私が立ち向かう。あ、花子さんありがとうございます。一生妖刀しか引けない。かわいそう。デュエル。今の俺はカードをめくるだけの亡霊だ。これはね、俺のターン。石津でしょ。ワンキルされないんじゃね。石津ワンキルされないでしょ。エンド。ターンエンド。私のターン。石津ワンキルされないエンド。ドロー。フィールドにリフィールドに、はい、リバフィールドに、はい、ガンクスで挨拶なんだよな。こういう時はマジで挨拶なんだよな。俺のターン。ドロー。よし、もう来た。こっちだ。モンコか。手札か。フィールド魔法発動。ただこれもあれか、強いけど弱いか。フィールド魔法発動で、リベンジャー除外して、これ強いけど弱いな。ベージ特、特殊化しても意味ねえから、グラファーしかないんだよな。グラファーモンスター効果よし来た。神ゲー。破壊で、セットして、墓穴の道連れ打てばいいか。どっちでもいいな。スノーを捨ててベージ召喚し、まあでもこれ墓穴の道だね。これどっちもいいや。これどっち捨てもいいよ。魔法発動。さあどっち捨ててもいい。だコリバルリバウンダーペナルティ。いやさすがにコリバルリバウンダーじゃない。これこっちです。どう考えても、はい、ユエだユエ。月のショップレミア強っ。でモンスター効果、ベージ効果で特殊召喚。俺はモンスターを特殊召喚で、ブラウを蘇らせましょう。はい、墓地から蘇ってくるやつ。俺はモンスターを特殊召喚で、取引効果魔法発動で、スノーを捨てる。でスノー効果でグラファー持ってくるやつですね、これね。おっと、切断ですか。さあ、遊戯100台とかいうなんか面白いのもしてるな。モンスター効果発動でスノー効果でグラファー持ってきて、で先ほど伏せさせていただいた暗黒界の援軍を発動していく。リバースカードを。さあスノーを特殊化しながらグラファーを捨てていく。モンスターでグラファー効果で相手のカードを破壊していく。さあそして、グラファー効果によって暗黒界のスノーも手札に戻しグラファーを特殊召喚していく。モンスターを特殊召喚。そしてモーも再発動していく。手札から
フィールド魔法。そして門の効果は、あ、やべ、墓地にモンスターいいのか、でいいか。これサンダルフォンで墓地からモンスター特殊化できないよっていう相手段使用時ね、これを使って、はい、モンスターをエクシーズ召喚で、これでもう一丁マテンロサンダルフォン効果でグラファー墓地を送って、これで墓地からモンスター特殊化できないという効果にした。フィールドで、これで門の効果でグラファー除外して、スノーモンスター効果からのスノー効果で、グラファー持ってきて、はい、で、トランスデーモン召喚、俺はモンスターで、トランスデーモン効果、モンスター効果で、グラファー落として、モンスター効果で、グラファー効果で相手のカード破壊していく。よし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 、さあどうする、お前のカードを全て破壊させてもらうぜ。うおー、スーパーパワードギブス、いいだろう。暗黒界、暗黒界強え、ハモンバリア来たー、神ゲーラバトル、おりゃー、よっしゃー、暗黒界ワンキル決まっていく。おっしゃサンクス全熟しちゃった、これがうまかった、きたー、俺はお前たちを苦しめて、だからさやめろって、そういう反動、なんか何のためにさ9枚入ってると思ってんだよ、初動カード、どういうことだよこれ。まあ、でも言うて9枚入れたカードがさ、1枚来る確率何パーセントなんですかね。やばいカード発動された。97%、3パー引くな。3パーやぞ。3パーやね、3パー。3パーだって、3パー。3パーこんな引く？満足できてます？いや一切。1ミリも。あ、でも死ななそう。言うて死ななそう。大丈夫だ。200残った。よし、耐えた。オッケー。耐えていく。アブソリュートパワーフォースを耐えていく。残り200ダメージ耐えていく。よし、まだワンチャンあるな。はあ、さあ来い。さあ来い。俺に魔法カード舞い込め。行くぜ。カードを1枚ドローさせてもらう。いや、できないんだ。ドロその効果、知らんカード使うな、子供に言われて知らんカード使うな、なんだこのカード。